満福寺は、栃木県栃木市にある新言州地山派の寺院。三号王、京王山、陰号王、返上公院という。奥の細道令場十八番札書。ご本尊は、大日如来。他に、海運役よけ大師をはじめ悪運たち三木ける、小佐漬観音、縁結び観起点、身代わり寺蔵村などを祀る。鎌倉時代の1262年。 洛南第五次法院の学僧献身和尚の室に、いた麻生海法院が、日光主源に赴いたおり、下屋国津賀軍太平山の山麓に、重防を混流し、山林修行に励む傍ら天下太平、万民部落の祈祷を行ったことに始まる。天正年間、皆川城主、皆川広照の土地議場及び城下町造営の際、命によって、現在の地に移され、 城下町東の木戸森へおかげる。1591年11月には、関東八州に移った徳川家康の高刈りの折休息所となり、十字の応接にすこぶる満月し、主因五国をたまる。以来寺勢を大いに振るい、江戸期には十軒四面の大本堂を中心に、大門、おなり門、多方堂、大師道、薬師堂、不動堂、稲荷社、聖天堂、 三木道、大書院、重宝等が広い境内に立ち並ぶ大仮覧を用した。しかし1862年、大火により道右をことごとく失った。以後しばらく無重の時期もあったが、1897年、富山県伊水郡から出た長沢康志順が新重して復興に着手。しかし、廃物希釈の影響や世の時勢によって復興は思うに任せず、 民家風の仮本堂県、客間県栗一優に留まったまま大戦後もしばらく推移した。前山消失110年後の1972年、現住、長沢広隆が新住し、復興の機運を得て本堂を再建し、1985年には客殿、重房を建設。さらに、2011年、改装750年を機に新本堂、大ビルシャナ殿を混流。 旧本堂は大指導となり、同時に境内も大規模整備された。全国でも珍しい赤、青、黒3体1組の鬼神の像。戦後、閻魔大王の縁日の16日に合わせ、1月と8月の16日に縁日が開かれて賑わったが、この鬼は閻魔大王に使える地獄の極卒ではなく、 江戸と日光を往来する修験行者によって尊崇された山の守護神と推察される。ちなみに、広島県宮島の未然に三木戸があり、福徳、知恵、幸福を司る三木大権殿が祀られ、同じく麓の大聖院の真木殿にも祀られている。栃木市生まれで絵の考え方の違いにより、中央画壇と絶縁し、天見大島で活動した日本画家、田中一村が、 祖父母、両親や姉と共に眠っている。平成29年夏、市村の没後40年にあたり、遺族の新山博士氏によって、田中家のお墓が一新され、同時に市村の墓石も新たに混流された。これに伴い、大主堂の裏手にあった市村供養費は撤去された。ありがとうございます。